はい。では、ですね、こちらのね、真珠島、ケイリットの真珠島の、このもう、ふもとですね、ここ。うん、ここに関しては全く探索していなかったので、あの穴気になる。はい。なので、ちょっとここら辺を探索していこうと思いまーす。だって、何があるかな？てか敵がいんのかな？そもそも。いやー、もう一人、デジハリのね、同期で、最近プレイして、し始めた人もいてね。ほんと嬉しい限りですよね。もうあっという間に抜かされてましたけど。あら、なんか結構、貴重なアイテム感がありますけど。ちょっと待って。なんか、暗いな。まあ、ちょっとあそこはシンクってるから、まあ、とりあえず側を行きます。わ、久しぶりの感じ、これ。うん、いいね。いやー、ちょっとこの後、なんだっけ、鈴玉狩りを行こうと思うんですが、正直、鈴玉狩り自体を、の強さも、まあもうちょっと神肌レベルだったら、また超時間がかかってしまうような点もありますよね。よし、特になし。じゃあ、この、円卓のアイテム取っていく。はい。じゃあ、皆さんがいるこちらの、ちょっとシンクったアイテムは最後にしましょうかね。まずはこの人から。はい。流氷油。ありがとうございます。そしたら、じゃあこれで、紋色の胆石9。強いね。まだ全然使えるレベルになってない。まあけどね、竜絡みの場所だからね、これに関してはね。はい。じゃあこれちょっと重要そうな感じ。何かな？ルーンの子、ああ、ピンポーン合ってた。やっぱそうだよね。ルーンの子あたりだよね。はい。じゃあ。ああ、出た。アルテリアの葉。微妙に貴重なアイテムと言われている。はい。じゃあ、このちょっと円卓のところ、周りでちょっと甲骨だけしとこうかな。ありがとうございます。なんだかのうっすら。あ、そうか。はい。OK。ありがとうございます。それだけ？これ。いや、そんなことない。まだ何かがある。てか、あそこは微妙に確かにジェスチャーゾーンではあるけど。怪しげな感じ。ただなんかね、下に敵もね、見えた気がするんだよね。はい。じゃあ探索速攻していきましょう。ここ、一応叩いとく。大丈夫。けどまあ、慣れっすよね。なんか、正直今年やるゲームそんなにないんじゃないか説があるんで。まあ何でしたっけ、ストレイっていうね、猫ちゃんサイバーパンクゲーは気になるところあるんですけど。それもまあ、ね、なんか、そんなにやりたいかっつったらまだあれなんで。もう今年いっぱいエルデンリングをやるっていうぐらいで。一応ね、バイオハザードの、どのね、RE4 もね、発表されましたがね、ありがたいことに来年なのね。はい。なので、そこまで。でか、めちゃめちゃいけるな。なんか知んないけど。なんか知んないけど、めちゃめちゃいける上に何もない。怪しげではあるし、ここから見える景色に何かがあるという説も、あそこは何だろう？どこ見てんだ？あ、これを、これのことか。グランクか。はいはいはい。オッケー。アップな！オッケー。じゃあ特にないか。はい。じゃあ、見た感じ特にないので、鈴玉狩り行きますか。はい。じゃあちょっと一旦切ります。はい。では、ブリーフィングしていきましょう。ですね、どうしたものかな。まず、前回の神肌の使徒を倒した後に、お買い物をするっていうのを、
するために、ここのイントン商人のボロ屋に転送したんですよね。で、そしたら、その、ちょうど時間が夜だったのもあって、なんかいきなりボスみたいのが出てきたんですよ。商人消えて。はい。で、もうちょうどね、そのタイミングは、神肌倒した後にめちゃめちゃルーンを持ってた上に、エドガイルックになってたんで、もう戦うというテンションじゃなかったがゆえに、もう速攻で逃げたわけですよね。で、初めてのね、そのギミックだったんで、まあちょうどね、見つけたというのも含めて、まあそいつを倒しに行きたいなってのがありますと。はい。けど、正直その、ここの神肌がめちゃめちゃ強かったんで、そこの近くに出てくる、このボスなんて、同じぐらい強いんじゃないか説もちょっとあって、正直もう、きついっすよね。レベル15でいけるようなものなのかどうか、ちょっとそういうのも含めて、やっていこうと思います。で、そうだなぁ、戦技とかどうしようかなぁ、戦技。霊薬はもうね、回復に振るだよ、いいよ。まあ、貫通好きはね、結構やっぱ安定だし、あと、やっぱ、強靭削ってみたいなのも含めて、結構やっぱ使い勝手がいいから、で、しかも強すぎないっていうところもいいですよね。まあ、時と場合によって、あいつの、その次の敵の、ね、隙の様子によっては、ここら辺のね、演劇とかっていうのに変えていこうかなと思いますが、はい。で、あとあれ、そうだね、はい。という感じですかね。とりあえず夜まで時間を潰しましょう。はい。で、夜ボスでいいのかな？合ってんのかな？はい。で、あともう一点ですよね。その戦う前に、一応その、なんだろう。ここに、こういう形で、鈴玉狩りってやつが出てるのであれば、もしかしたら、その、今まで見逃してるのかもしれないですよね。正直。なんで、まあもう、こうなったら夜に商人がいるところに転送するっていうことを全部やらないといけないんじゃないかっていうのは思ってますね。鈴玉狩りの発生条件がまだ正直分かってないんで。で、あともう一個メモとして残しとくのが、ここどこだっけこれ。すすり泣きの半島で、確かまだ、夜の死の鳥か。死の鳥とはまた戦ってないんですよね。確かね。なんで、ちょっと死の鳥が出るところもあるんじゃないかなとかっていうのも。だから、ここにイントン商人がいるから、夜にも来なきゃいけないよね、多分ね。っていう要素もめちゃ、ちょっと増えてしまったなっていう感じですよね。おいこに出てきたがゆえに。で、商人だけなのかっていうのもありますよね、そうなってくると。何か物を売ってくれる系だったら、もしかしたらこういうのが発生するのかもしれないから、いやいやいや、ちょっとやること増えたよな、本当にな。よし、じゃあ、という感じで、ブリーフィング終了という感じで。では、転送していきますか。よし、はい。まあいいか。とりあえず転送しよう。よし、転送しました。で、どう？ここに、商人がいないんですよね。で、どうしようかな。まあ、もうちょいブリーフィングしたいところと、あと、犬を使うっていうのもあるんですよね。多分、ここら辺。犬めちゃめちゃいるんで。犬に戦わせるとかいうアプローチもあるなとは思ってます。はい。で、まあいいや。とりあえず、いつものボスみたいな感じで戦うかな。けど、犬が近いんだよな。まあ、けど、ありがたいことにね、かがり火からは、じゃない、祝福からは近いから、復活はしやすい。はい、出た。鈴玉狩り。よろしくお願いします。はい。あ、やばい。ちょっと、お辞儀とかしてない。ステータスも見せてない。おっと！広いな。うわ。あ、ガードはできる。
ガードはできる。ガードはできる。大事。よし。集中、集中、集中。超久しぶりのボス戦。はい。はい、ダッシュ。ダッシュ立て。おお。おお、かっこいい。かっこいいけど全然ガードができる。いいね。ああ、あと今の、引き戻しダメージ食らいそうだな。おい。これもガードできる。全然ガード。あ、ちょっと待って。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。はい、はい。モーション見て、モーション見て。わあ、なんだそれ。あ、ガオーンだ。ザハンドだ。ザハンド。ザハンドだ。あれやばそうだな。掴み系かな。おう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 。けど、まあ、ガードはできるね。だって待って。まだモーション見る段階じゃないんだよな。おうおう、おうおう。4撃あった。今。ちょっと、ビジュアル見たいところがあるんだけど。まあいいや、まあいい。落ち着こう、落ち着こう。茨がついてる。ああ、そうか。これもしかしたらさ、あれかもしんないよね。ストーンビル城ってさ、呪いによって茨があったりとかしてたから、まあその関係のボスっていう感じがするよね。そうなると。だから神肌の使徒っていうか、ここ、まあ神肌が絡んでるというか、死の呪いだよね。というか、不死じゃない。ゴッドウィンの呪い系かな、こいつ。もしかしたら。なんかそんな気がしてきた。あの茨のビジュアル。うん。しかしかっこいいな、こいつ。かっこいい。かっこよさはある。で、曲も、で、あと、意外と落ち着いてるし、よく見れる。はい、ダッシュ。ダッシュ後に何かないね、別にね。だから、ダッシュ後ワンチャン作るわ。2、3、4ね。オッケー。はい。で、ガードできるし、属性ないからいい。で、雨が止んだ。ありがたい。いいね。あ、やばい。なんか引っかかってる。はい。で、あ、これは知らない。おー、なんかやばそうだね。はい。なんかこういう上とか乗ったら意外と大丈夫だったりしない。うおっと。っていうかあれだな。壁とか全然貫通してくんだな。あ、やばい。ちょっと待った。なんか、コリジョンとかでなんかできそうだな。あと、周りのね、犬とか使いたいよね。あわよくば。どうかな、わかんないけど。はい、立て、タスクルー。うん、なるほど。オッケー。これやばそう。これ超やばそう。あれ、掴みだな、絶対。よし、じゃあ、モーションを見ていく感じにしようかな。あの遠距離は4回あるね。はい。で、あと一発だけ食らいた、とりあえず次タックルを誘発して、タックル後の一撃ちょっとやってみる。で、あと戦技のタイミングだよね。1、2、3引き戻しね。オッケー。1、2、3、4ね、これね。はい、3、4。はい、オッケー。1、2、3。あ、これタックル。全然ダメだ。いて。あ、危ない。うん。77。大丈夫？夢ある？ 70 。あんまりなさそうだな。はい。1、2、3。どれぐらいのダメージかだよね。あと、まだ、なんだかんだ食らってないけど。これさ、結構インファイトに持ってった方がいいんじゃん。いって、近くにもできんだ。あ、やばい。なるほど。あ、これが属性ついてなくてよかったよね。これでいい。いて！あ、ダメだ。一撃か。あ、盾が爆発した。あ、一撃か。ちょっと話が違うな。あ、一撃はちょっと無理かもな、やっぱり。あ、そっか。とりあえず初見タワー、初見モーションは見えた。あ、普通に HP フルで一撃だったもんね。神肌よりきついんじゃない？一撃の攻撃でも、あの赤いやつが多分一撃だな、た。ちょっと、どうしようにお話聞いてくん。ちょっとあれ、あいつなんすか？そもそも。なんか知らないっすか？てか、あなたの夜の姿だったりするんですか？もしかして。困ったなぁ。どうしようかな。あのワンちゃんをさ、壺でさ、呼んでさ、どうこうできたりしない？ね、なんだっけ、最近ゲットしたよね、これね。獣だけを引き寄せるってやつね。
あれで、なんか、いやけど、もうそれはもはや召喚と言っても過言じゃないし、もっと言えば、最後の戦闘で一瞬ワンチャン来てるから、もう終わってるよ。だけど、ルーン回収は意外としやすいから、まあ、リピートはしやすい。さあ、どうするかな。一撃だよな。一撃か。あれを、ああ、ちょっとラダゴン外しとくか、一応今の念のため。ラダゴン外して、まあ、ラダゴンもね、強いっけ。まあ、ちょっとね、そこら辺の試行錯誤だよね 始まったよ、またこれ。始まったよ。そうだなぁ。まあ、リピート性は高い。ロストもしなさそう。フラグ。まあ、とりあえずスタミナ回復かな。ラダゴンが火ダメが高いから一撃だった説もあるよね。はい。じゃあ、そんな感じで。じゃあ、初見一回目って、同じこと言っとるわ。とりあえず、疲れ様でしたということ。まあ、ガードはできるからな。モーションまあ、けど、これも、多分、たくさん出てくるよね。この感じだったら。本当、死の鳥みたいな感じで、いろんなところで出てくるから、これは、もう今のうちにしっかりとモーションを見極めることが、後々、その自分を救うことになるから、ここはもうしっかりやろう。けど、もしかしたら、ここの場所の鈴玉狩りは強すぎるかもしれない。なんか、もっと別の、最初のエリアとかね、リムグレイブとかの鈴玉狩りいるのであれば、そっちの方が弱いんじゃないか説もある。よし、けどもう会ってしまったからしょうがない。よし、では行ってきまーす。鈴玉狩りチャレンジ、スタート。はい、じゃあ2回目行きましょう。どういう段取りにしてこいんだ。とりあえず夜までにしないと。夜にしたらすぐなの。ここで夜にしてもダメなの。なるほど。移動しないとダメ。で、あ、いない。いなくなった。よし、OK。OK ではないんだけどね。よっしゃ、じゃあ行きましょう。鈴玉狩り。武器、毒とかね。ちょっとまだそこまでのレベルじゃない。というか、まだ段階じゃないから。はい。とりあえず2回目行きまーす。さて、やりましょう。よろしくお願いしまーす。出方かっこいいよね。はい。赤多分一撃だと思う。で、場所は、ここら辺戦うことによって、結構犬の影響もなさそう。かっこいいなー、のそのそしてて。はい、これ前ロリとかで。あ、ちょっと待って。危な。はい。はい。で、引き戻し、戦技の番、1、2、3。あ、これ引き戻す。オッケー。なるほど。タックルを、2、1、2、3。1、2、3ね。1、2、1、2、引き戻し。あ、1、2、1、2、引き戻しもある。あ、引き戻しだ。1、2、1。引き戻し。引き戻しよくやるな。これ、インファイトの方がいいのかな？危な。あれ多分ガードできないよね。あ、これ知らない。ぐるんぐるんジョン。これさ、いいよね。167。OK。あー、無理だ。ちょっとダメかもしれない。今のは赤くない攻撃だった。今のは赤くない攻撃だったね。それで一撃だから、多分これ無理だな。諦めるか、さすがに。
ちょっとまあ、とりあえずルームだけ回収ができるから。いや、これ地獄だなぁ。これ地獄だなぁ。あー、意外といけんのか？これ意外と1ミスも許されないはいけない気がするなぁ。せめて、ちょっとぐらいは残ってほしい。無理だ気が。さすがにだな。うん。これはさすがにだな。霊薬とかでなんとかなるレベルでもなし。壺系でなんとかなる感じでもなし。そもそももう一撃のミスで死ぬわけだから。いやもうそういうことし始めたらもう終わらない本当にこのゲーム、うん、ちょっと2回目は一旦こんな感じか。10回ぐらいまでやってみるとりあえず、うん、よし、はい、じゃあちょっと2回目終了。はい、じゃあ3回目ということでやっていこうと思うんですが、HP 最大値を上げたところでだよね、多分この感じだと。ラダゴンでちょっと HP は上がるけどさ、結局火ダメは大きくなるわけだから一撃で死んじゃうわけでしょ。防止耐性とかそういうレベルでもないし、超安定した攻撃を見極めるっていうのはある。まあいいや、とりあえず頑張っていきます。ちょっと10回ぐらいは頑張ってやってみて、じゃあ様子を伺っていきましょう。よし、よろしくお願いします。3回目。出方はかっこいいんだよな、エフェクトとか。近く、だ、あと右、ガオーン、あ、やば、はい、終了。なるほど、やっぱつかみだ。はい。まあ、つかみのモーション見たかったという感じでね。何回かね。やらせていただきましたね。はい。なるほど。まあ、あれはつかみだったということですね。悪空間を削り取るわけではなかったという。それが分かっただけでもでかいよという。はい。じゃあ、4回目ということ。いや、ちょっとまあ、ちょっとなー。ちょっとなんか、やっぱ無理だな。今、まだ無理、全然。目処が見えない。カモが同じ強さ。あ、やばい、ちょっと待って。とりあえず、スッとね、このルームを回収して。はい、やりましょう。やりましょう。まあ、タックルだけに、フォーカスするとかいう説もあるよ。はい。1、2、3、4。あ、引き戻し。あ、今のだ、食らわないんだ。2、1、2。おつ。すごいな。何の能力なの？はい。うん。1、2。これさ、振ってる、あ、え？ガードできん？はい。はい。え？結構ガードできんのか？ 1、2。はい。はい。で、引き戻しでガード。あ、これガードできんだったら別にいいじゃん。あ、じゃあ、振ったらインファイトに持ってけばいいだけじゃない？赤い遠距離イブリをさ。どうぞどうぞ。いいよいいよ。何？落っこちる。俺、追い詰められてんだけど。はい。わあ、待って、待って、行って。ずる。ちょっと俺、後ろの状況見えてなかったんだからさ。なるほど。とりあえず、ルーン回収して。むずい。いろいろな意味でむずい。よろしくお願いします。一
人と承認さんじゃなくて、あやべ、ステータスを見せるのを忘れている。まあけどいいよね、このゆったり感ね。るつぼね、1、2でもうこれで、あ、ごめんなさい。いや無理だ、無理、一撃だから無理だよ。もうこれで倒せたらすごいよ、やっぱり。せめてね、一発は耐えられないと何をするにも厳しい。アルテリアの花だ。え、アルテリアの花普通に落ちてるし、これ無限湧きなの、もしかして。違う、そんなことない。うん、ちょっとラダゴンに変えていきます、ね、はい。じゃあ、とりあえずこの感じで一応行きましょう。うん。聖杯瓶を使ってどうこうというレベルでもない。よっしゃ、よろしくお願いしまーす。ガード。とりあえずガードが大事。1、2、はい、はい。で、引き戻し。1、2、3、4、引き戻し。これはガード。1、はい、タックル、タックルね、タックルをしっかりと。1、2、3、引き戻し。はいはいはい。ドンドン。うお、投げやがった。うわ、縦だ。うお、どういうこと。意外とモーションが多い。近場のモーションが読めない。で、引き戻しとともに、こう、ああ、全然ダメだ。ああ、全然ダメです。これ無理です。これは無理だ。諦めよう。かっこいい茨だね、ほんとね。うん、これ諦めていい。諦めよう。諦めよう。そもそもリエイニエに行くっていうのあるんだよね。もうちょい様子だけ見るか。そもそもリエイニエに行った方がいいと思ってきている。全然進まない。によって言ってる。さすがに、もう、やめよう、と思う。この。カードできるからな。はい。じゃあ、とりあえず、移動。あれ今なんかルーン減ってた？気のせい。よし、よろしくお願いしまーす。とりあえず戦技ぶち込めるタイミングとか。はい、これは、これ。全然ダメ。はい、全然ダメ。結構切り返し早い。前ロリア R1 ぐらい。は、シンプル無理だな。はい。感じで。この動作は、馴染んでるよね。死にまくってるから。鈴玉探しにする。鈴玉探しめんどくせえな。しかも全部同じ強さ。一撃を耐えられるやつを探すか。もうこいつの存在は知ったわけだし。よろしくお願いします。はい、やろう。はい、これは前ロリ R1。 意外と切り返しが早い。モーションはすごいいいよね、なんか。はい、
はい、うん、はいはいはい、前ロリどうこれ、うん、はい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 、うわ今の戻し方が無理だわ。あの後ろで引き戻しモーションを作らせんのがいいかもしれない。危な。はいはいはい、怖っ。1、2、3、4。まあガードが崩れないのはまだいいよ。2、範囲広いな。あ、やっと、切り返しが早い。これはチャンス攻撃だよな。はい、これもチャンス攻撃。あ、やばい。いて。なんで。無理だ。はい、無理。やめよ、やめろ、やめろ。はい、ダメ。諦めまーす。はい、諦めました。いや、結構しっかり諦めんのは久しぶりっていうか、キビス返した系のボスはあんまいなかったよ。なんだかんだで戦おうとしちゃってたから、初めてかもしれないな。これはもう完全に無理かもってやつは。うん。完全に無理です。ちょっとまだ強くない。私が。はい。では、ルーンも回収したことですし、もう、こちらの、鈴玉狩りに関しては、一旦諦めさせていただきます。ありがとうございました。ちょっとまたね、ちょっとレベル上げるぐらいになってから来るやつかなと思う。本当は、本当に。うん、まだだな。うん。そのモーションがまず一撃で死んじゃうと、そもそもモーション見ることもできないんだよね。なんだかんだ。回復させてほしい。なので、ちょっと別のところの鈴玉狩りを探しに行くというプランにしようかな。あと、すすり泣きの半島にいる死の鳥っていうのをちょっと探してみるという。夜を探索する。夜をかけようと思います。はい。という感じのプランで、はい、進めようと思います。はい、始めて。ちゃんと諦めました。はい、そうです、ね、これは。うん。やっぱ、今の工夫で、これは配送です、ね。今の工夫で、できる範囲を超えている。うん。なんか、うん、お守りとか、ね、その、タリスマンとかで、ちょっとダメージがふにゃふにゃとか、そういうのもできないし、うん。せめて一撃で死なないようにはしなきゃいけない。なので、ちょっと別の、多分、あと、ここのね、ほんと鈴玉狩りが強いんだと思う。なので、別のところの鈴玉狩りをこれから探したいと思います。では。では。しなかった。すいません。見つけました。見つけました。はい。すごい、結構早いペースで見つけられました。で、こいつが一撃を耐えられるかって話ですよね。とりあえず騎士ベルナールのところに夜に来たら来ました。なんでこれとりあえず一撃、まあ、いっか。まあ、普通に戦って、一撃を耐えられるかは、まあ、その時によ。はい。全然外した。あ、耐えられる！よし、完璧だ。オッケーオッケー。こいつでいける。こいつでなれよ。いたたたた。俺、夜来なかったか。そうか。それか、別の騎士ベルナール、じゃない。別の、ベルナールさんいる？うん、別のところで鈴玉狩りが出たことがフラグになっているのかよ。はぁ、よし。あ、いや、ちょっと待って。メモ、ああ、いいか。この動画、いや、どうしよう。どうしよう。いきなりいろいろなことが起こりすぎなんだよ。今流れとして、とりあえず、上から順番に行こうとしたんですよね。うん。もう、夜にして、もう、何かを売ってくれる系の人を全部行こうかなという感じ。
ゴストークはもう別に売ってくれないから。まあ、お張り子の僕はまあ売ってくれるっていうのは微妙だったけど。うん。だから、それらを回っていこうという流れで、ああ、ここ、ベルナールもいるなっていう感じで、行こうとしたら、まんまと出てきました。いやけど、ちょっとこれ、承認扱いじゃないから、もうなおさら全部巡んなきゃいけないよなってなった、今。うん、厄介だなぁ。どの範囲？一地図に一寄るボスって感じなのかな？一応。はい。で、だけど、まあ一撃全然耐えられる感じだったんで、よし！いける。こいつだな。こいつと戦おう。こいつで鈴玉狩りをマスターしようと思います。OK。いや、結構、早い段階で見つけれたのはありがたいね、これね。よし、行こう。では、じゃあ、騎士ベルナールバージョンの鈴玉狩り、1回目はこんな感じでした。2回目、行きましょう。はい。今、ルーン回収して。また同じ感じ？ルールとしたら。いないね。いないねじゃない。いるね。で、ルーン開始はしてる。で、どうしようか。そもそもどうしよう。ラダゴンでいいか、そしたら。ダメージ。あいつのダメージもあれ、どんだけかわかんないけど。よし。さて、やろうじゃないか。こいつけど、弱かないか。弱かないと思うけど、どう？はい、やりましょう。よろしくお願いします。結構引っかかるな、これ、つな、多分。はい。で、戻す。あっつ。あっつ。1、2、3。わー、近いな。1、2、距離だよね。この引き戻しをなんか使いたいよな。いやけど、引き戻しからさ、早いよね。次の攻撃への。1、2。いって！いやー、ありがたい。ありがたいなー。ありがたいなー。回復できるだけでもありがたい。はい。もういっか。あえて、あ、いいじゃん。近く、あ、ダメージもいい。全然いけるわ。全然いける、これ。あった。はい。これも別にここら辺とかでいいんじゃん。はい、いいね。179。いいね。あ、全然いいね。はい。あ、いってあ、いってちょっと、あれ。ごめんなさい。ちょっとシンプルにダメージが結構入るじゃん。やったで油断してるやつ。反省ですね。シンプル反省。これけど、5回ぐらいでいけるようになるんじゃないかという話もある。説も出てきたね、俺の中で。ほんとか？ああ、いける。やっぱ一撃は無理だよ。シンプルに。うん。そうだね。行こう。はい、では。うん。あ、間違えた。朝じゃないよ。夜よ。で、ダメージ結構入ったな。あとは強靭でどれ、こいつスタブ取れるのかって感じ？それが気になる。さて、じゃあこんな感じのステータス。ラダコンの刻印を使いつつ、で、貫通好きで行きましょう。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ダムガリさん。おい、いいよ、やろうよ。あなたのモーションはちゃんと見極めないといけないと思う。今後のためにどういうこと？ああ、なるほど。1、2、3、4。ああ、この戻し方がね、インファイトだけじゃダメっぽいよ。これけどさ、結構取れる。裏。うおー、懐かしいね、ああいう盾の使い方。これはもう前ロリとかで。いててててて全然ダメだった。もうちょっと必死に避ければいける。
危な、危な。はい。はい。ガードできるからな、基本な。しっかりガードしていけば。はい。はい。はい。モーション見てけば。ああ、これはまずい。ああ、大丈夫。いて。ああ。なるほど。インファイトかな、どうかな。あ、やばい。前ロリ。え？ちょっと待って。あ、危ない。よしよしよし。一旦離れて。よしよしよし。集中。はい。はい。意外と近場で戦ってた方が戦いやすい気がしてきた。1,2。はい。だ、これも、モーション見えるし。あー、結構、ホーミングしてくる、あれ。あ、はい。はい。うん。近くでロリロリでいけるかもしれない。はい。これとかね。そうだった。爆発とかあんだった。前ロリ。あー、ちょっとラグがあんのか。危な。はい。爆発か。そうか、あれ、いけないね、復活に。はい。あ、行って、早っ、戻してくんの。あ、けど、ダメージは結構入ってる。危な。ちょっと回復したい。あーっと、危な。結構離れたらどれぐらいの回復。よし、いいよ。はい。1,2。行って早い。早い。えい。はい。ディレイか。なるほどね。あのディレイを見極めれる。赤ディレイ結構ある。うん。ドーン、爆発？違う。しない。はい、よ。これ、うん、ここだな。R1 ぐらいにしとくか。1,2。はい。はい。はい。あ、わあ、これは、あのぐるぐるは、わかりや、あれ、食らった？オッケー。いける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 。全然いける。全然いける。今何回目？ 3、4回目ぐらい。10回以内にはいけるな、これ。うん、大丈夫。もうわかった。もうわかった。もうこっち、神肌倒してんだから、こっちは。はい、もうわかりました。あ、けどちょうどいいかもしんない。うん。なんか、リハビリとしてらは、ちょうどいいかもしんない。さっきのケイリットのやつに関しては、ちょっとさすがに一撃だったから無理だったけど、なんか、うん、今の、その、久しぶりの感じと、含めて、うん、ちょうどいい難易度かも。ダメージの量とかも含めて。あ、危な。はい。こんな感じのステータスでやらせていただきます。けど、ちょっと戦技をぶち込むタイミングがあんまりないかもな。よろしくお願いします。で、比較的インファイトにしてって、インファイトしてる中での、あ、1でしょ？はい。これ、あ、2、ドーン。あー、避けれもしない。うおー、月が。はいはい。1,2で、はい。3。普通だな。これが微妙に避けれない。まあ、そんなにダメージ食らってないけど。1,2、はい、これ月は比較的攻撃チャンスだ。ドーン、あー、ダメですね。全然、導かれた。はい、回復。あータイミング悪い。なるほどね。タックルでね。やるね。やるね。はい。おーっと。回復防止もちゃんとね。いいよ、いいよ。やろうよ。1、2で、はい、ディレイじゃないやつなー。これ。けどよ、これ避けれたら一撃いける。で、これは爆発。うわ、油断できねー、あれ。こっち。どう？あ、オッケー。あー。引き戻ししないんだね。1、2、あ、これは戦技チャンスだよね。あ、いいね、今。
バクロリの戦技でもいい。あ、今の、だ、ダメだよ。今なんで R1 残ってんだ。いいよいいよ。はい、いい。あ、楽しくなってきた。これ、意外と切り返しか。これ結構 R1 だな。あんまりね、なんか、隙がない。R1。いいよ。ドカーンの、あれ、気持ち悪いな。ドカーンの、うわぁ、なんで？はい、これは前ロリ。あー、あと全然遅い。全然遅い。ちょっと回復。曲いいな。うん。なんか、穏やかな感じ。トゥルルルー。H。はい、これ、あ、え？あー、あー。え？何それ？知らない。知らない。結構知らない、それ。はい。はい。これ。あー、当たんないよね。オッケー。はいはい。大丈夫だよ。これは、おい、マジかよ。結構距離あるな。ガオン。あ、しかも生き残った。意外に。ちょ、あ、行って。嘘だろ。あ、いや、むずいな。意外にむずいな。意外でもなんでもないか。よし。では、やっていきましょう。ちょっとまだわちゃわちゃしてるな。わちゃわちゃしてる。まだ全然モーション見切れてない。けど、結構インファイトで戦うといい気がしてきた。というか、そっちの方がなんか楽しい。お、そっちから出てくる。かわいいよ。引っ掛けて倒すとかも全然できそうだけどね。もっと言えば魔法とか使えば全然余裕なんじゃん。遠距離ないし、全然。ジョン、ジョンで、はいはい。はい、はい。あっと。これを、こうして、いてて。右ロリかな。相手の月の方向に逃げるがいい。あつ、爆発か？違う。これ、こう。ちょんちょん。いいね。あ、いい。それ、あ、今の決まった。今の決まった。今の決まって、はい。いいね。だんだん決まり、こうやって決まってくのいいよね。はい。はい。はい。よい。よい。あ、今のは左。これは、これ、あ、遅かった。決まってるけど遅かった。ちょっとディレイがすごい。あれのあの月。はい。はい。はい。引き戻し。はい。あー、今のも遅いんだなぁ。1。はい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 。ちょんちょん。あー、ガオン！ガオン怖っ。爆発だ。爆発後は、ちょい、あ、いいね。で、ちょんちょん。あ、当たんない。そんなことも。まあ、ちょっと方向がね。はい。これは R1 でいいか。あ、スタミナ管理ができていない。で、いいね。ちょ、ダメだ。ガードできない。あ、やばい、マロリ。あー、壊された。あ、やばい。これ結構な距離だよ。いや、むずい。インファイトに持ってこう。R1 いける。引き戻し。1。あのディレイな。あのディレイな。はい。はい。R1。月は？はい。はい。R2。ちょんちょん。はい。ロリー。適度な距離感。これは、今だ！R2。いいね。はい。はい。前ロリ R1。いいね。これは爆発しない。OK。いいね。これで。いいよ、ここだ！あー、ダメだった！全然遅い。ここだ！ R2！ ちょんちょん。
じゃん。じゃん。うおー、それは。あいて、やばい。うぅ。これは、ガオンローリングして、ドン。はい。はい。はい。いいよ。はい。はい。うん。あーっと、ミスった。あっつ、いいね。わーん、よこロリー、ちょんちょん。回復したい。前ロリ、あー、遅い。あれなんか毎回、なんか、受けちゃう、立てて。不思議な攻撃。はい。よい。よい。もうちょっと、あ、で、引き戻すよね。いて。あ、はい。いいよ。いや、まだちょっと、こいつを倒すのはもったいない気がする。だけど、多分倒せちゃう、これ。このまま感じだと。どうする？もうちょっと泳がす。泳がして、もっとモーション見る。はい。研究したい。研究したい気持ちある。けど、そんなこと言ってる場合じゃない！いいね、これで。R2、トントン。はい、いいよ。ダメージは結構入ってるから、いけるかな。はい。で、これも R1 いける。いい、外す。はい、トン。スタミナ管理。で、これも、ちょんで、ちょちょん。ちょんちょん。これもうあと一撃だ。どうしよう。まあいい。行くぞ！ダッサイ！ありがとう。お疲れ様でした。エネミーファラド。2700。骨売りの鈴玉というところでね。はい。無事ゲットで、無事倒せました。ありがとうございました。けどまだちょっとモーションが洗練されていない。いやー、ちょっと、どうなんだろうな。もうちょっと、一回わざ、いや、わざと死ぬのは、鈴玉狩りに失礼、それは。うん。奴に失礼。そんなね、騎士ベルナールが許さないし、と。はい。で、鍵アイテムとしてもらえたので、とりあえず、それを見ていきましょうかね。あ、いや、一旦とりあえずね、星、無事倒せましたというところ。はい。じゃあ、倒せたので、ちょっとまあ、拾ったものを、そもそも見ていきましょうか。鍵アイテムにあったよな。これ、違う。骨？ん？鍵？あ、これだ。骨売りの鈴玉というものをもらいましたね。双子の老婆に捧げることで、その取引が拡張されるというところ。はぁ、あ。鈴の曲がりに惨殺された哀れな骨売りの遺物。円卓の双子の老婆に捧げることで以下のアイテムが取引できりされるようになると。細い、あ、あ、へえ、細い重骨、太い重骨。あ、地味にありがたいな、これ。これ無限だったらめちゃめちゃありがたいね。クラフト系のアイテムを普通に購入できるってことになる。あー、それは助かる。ちょっとね、ルーンを使う先がね、ちょっと欲しかったところもあるし。あ、これは嬉しいね、普通にね。なるほど。はい。で、とりあえず倒せたということで、まあ、ちょっと感想を言っていくか。はい。じゃあ感想ということでね。どうしよう。そうだなぁ。まだビジュアルってか、まあ、設定もわからないよな。鈴玉装備ってどっかでゲットできんのか。ね。うん、あの茨は多分、ゴッドウィの呪いに侵された感じがしてたよね。うん。だから、で、また鈴玉狩り、なんでこうやって飼ってるのかだよ。え、これベルナールいなくなるとかはない？あ、一応もう一回試して、無限に出ることはないよね、多分。うん。今夜でしょ？てか、あ、ちょっとベルナールに聞いてみようか。スタマ狩りとかなんかして、無事で何より増えたりとかしてない？してない。うん。なるほど。オッケー。とりあえず倒せまして、うん。意外とインファイトで戦った方が戦いやすいかもしれない。こいつに関しては。うん。で、ディレイがえぐいのと、
まあ一撃は食らってるよね、全然ね。うん。けど攻撃していいモーションっていうのは結構分かってきたから、まあ、次なんか、もうちょい強いやつ出ても、まだいける気がする。一撃死のあの、ケイリっていうやつを倒せるようになったらやばいね。うん。いや、けどなんかいけるような気もしてきた。自信はついた。あいつと戦うことに。結構モーションは見たし。うん。オッケー。じゃあまあそんな感じで、また、鈴玉狩りを探しに行きたいと思います。初、鈴玉狩り討伐、完了。ありがとうございました。けど、楽しいな、こいつは。確かに、楽しい。うん。ちょっと他のやつを探しに行ってきます。俺より強いやつに会いに行こう。ではでは。はい、すいません。ちょっと、せっかくもらった鈴玉をね、とりあえず渡すということはしないといかんね。はい、渡しに行ってきます。こいつはまだ全然お話できない。はい、この双子の老婆が鈴玉を渡すことで、話すことはできるのかな？じゃあちょっと初めての鈴玉を捧げてみたいと思います。あっさりしてんな。購入する。あ、ある。150、250。まあまあまあ、全然ありがたい。うん。これはめちゃめちゃありがたい。うん、すごいあっさりしてんな、これ。これです。ありがとうございます、おばあちゃん。はい。こんな感じで、鈴玉を渡していくと、クラフトの素材が買えると。え、そしたらトリーナの睡蓮さ、売ってくれる時出てくんのかな？そしたらもういくらでも買う感じだけどね。はい。では。来ました！足の鳥に出ました！はい、ここでしたか。お、マジで出てきた。完全に油断してた。よし。ちょっとダメージ食らってんだけど。オッケー、やりましょう、足の鳥。出てきました。けど、こいつの戦い方はもうほぼ覚えてない。場所的には、モーン鳥で、ね、モーン城、ね。よろしく。はい。わお。78。いい。はい。わお。なんかね、めくった攻撃してくるんじゃなかったっけ？行って！ダメージがえぐ。で、あとなんか、謎のちょんちょん当たんないんだよね、そもそも。ああ、ガードカウンターいいかも。全然ダメだ。うん、よしよしよし。初見で倒したいけどちょっと厳しいよ。頭タゲ取れる。はい、行って。あー、痛い。はい、頭。わあ、気持ち悪いやつ、気持ち悪いやつ。はい。あー、いいね。あのドーン、上飛んだ後のドーンは一撃だよな。はい、ドーン。あー、引き抜きね。はいはい、ドーン、ドン。ジャンプの後のやつは、これはいいんじゃない？ああ、惜しい。はい。で、ドン。オッケー。ちょっとリッチがあれだな。ドン。ゴーン、バーン。はい。ちょっと待って、爆発する。まあ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 、いける。よし、やろう。なんか、モーション見えた気がする。これは、ガードして、1000、これでいい気がする。うん。これにガーンって。はい。はい。はい、ガーン。はい。基本最後の振りをガードカウンターが安定する感じする。これもガードカウンター。
いけるな、シノトル。これはなんだっけ？お、来た。はい、いいね。ダウン。よいしょー。あ、いいね。もう何段シノトリは、いい。今回、あ、これもいける。1、2、はい。あとは、立地でのね、ちょっとトラブルあるかもしれない。ドーン。これはガードカウンター入れる。はい、オッケー。最初こいつ出てきた時、マジテンパったよね。なんじゃこいつはみたいな。気持ち悪いし。これね、気持ち悪いやつ。はい。これはガードカウンター。ドン。ドン。ドン。ガードカウンター。外してく。ドガーン。これも、避けてジャンプだったな。はい。これはガードカウンター。ガードカウンター、こいつ有効だな。いて！いやー、ちょっと待った。あーっと、気持ち悪い。あーっと。1、2、ドーン、ガード。いいね。あーっと。結構食らってる。だ、回復。戦技をぶち込みたい気はするんだけどね。1、1。ドーン、カーン、戦技にしよう、ここ。当たんないんかーい。1、2、なんか妙なね、距離感だからだよね。あれを前ロリ戦技、あ、爆破する。はい、ドーン。よい、よいの、ちょんちょんでもいい。うわ、ちょんちょんもダメなんだ。やっぱガードカウンター前提みたいな感じだよな。まあ、ある意味ガードカウンター学べるからいい。なんかちょっとおかしなことするとすぐ裏目に出るよね。はい、よと。ドーン。いよいよ。はい。これは戦技ぶちかませる。爆発する。はい、ダメ。爆発する。回復。強靭が。1、2、3。1。よい。いいよ。はい、爆発。はい、気持ち悪い。気持ち悪い。気持ち悪い、戦技。当たらない。もう一回来る。戦技。当たった。いいね。爆発。これはジャンプいける。あ、これ結構強靭削れてる。ドン。はい。あー、ダメだったー。ちょっと油断し、もう一回いける。いい、オッケー。これダウン取ったー。ちょっと今、欲張った気がするけど。よっしゃー。で、これは、ちょんちょん。あ、余計なことしてる。余計なことしてる。これもギリ、ギリギリの視野ある。はい、これけどガードカウンターで、さよならだ。おい、言ったー。げー、いいね。死の鳥はもう初見でいける。生贄の斧。ちょっとや、結構な武器をゲットしましたね。ありがとうございます。死の鳥、初見、倒せました、無事。はい。では、拾った生贄の斧とやらを見ていきましょう。上か？あれか？これだ！生贄の斧。死の鳥ってそもそも何か？死の鳥だからさ、それこそあれか、また死のルーンと絡んだものなのかな。あ、いいね。古い生贄の儀式で使われた手斧。死の鳥が邪神としてかたどられている。儀式の力は今なお残っており、敵を倒したとき少しだけ FP を回復する。それ結構ありがたいんじゃないか。戦技、乱撃。
無造作に武器を振り続ける戦機と、長押ししている間はずっと攻撃を継続し、通常攻撃及び強攻撃で追撃につなげられるという。ね。はい。じゃあちょっと持ってみましょう。あ、意外、あ、そっか。そんなに、あれか。手斧だからね。結構でかい感じかなと思ったけどね。意外とコンパクト。えい、えい、えい。片手で使う感じだよ。これ両手だと。ドーン。ドーン。プレイトスさん。プレイトスの感じで戦うときはいい。えい、えい、えい、えい。歩きながら撃てる。これスタミナも減るよ。はい、はい、はい。ローリング R1。なるほど。こんな感じの武器でございました。はい。いやー、いけた。もう死の鳥は、死の鳥イコールガードカウンターで覚えとけば、まあ突然出たとしても全然、驚くことはないね。もうね。OK。死の鳥はマスターしました。ありがとうございました。もうだいぶ洗練されてきました。ションの見極めが。ありがとうございます。よっしゃ。じゃあ、帰ってきました。ね。こちらのね、鈴玉狩り。もう、あなたの、もう一人格は倒してるからね。こっちとらもう。はい。はい。はい。これで一発。はい、これは、後ろロリの戦技。はい、前ロリ、前ロリ。一発。はい、はい、あ！あ！うん。まあ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 、まあね、無理だよね。